じゃあこんにちは。さあ、どうし、固まってます？ゆうたかさん、まあ元気よく挨拶はしたけどさ。そうよ、どうしました？いやもうね、この時期ってさ、一番嫌なのがやっぱ順位表だよな。まあ順位予想、予想、うん、まあ各解説の方ね、絶対にされてますけれども、まあ、うちの動画ではいち早くっていう、どこよりも早い予想動画をね、あの3回にわたってお送りするっていうシステム。そうだな、なんか悩んでます。いや今日も決定ではないよね、はい、いや決定で最初行こうかなっては思ってました。ただ今の時点、実は今の時点であとオープン戦の試合残り数試合あるんだよな。そうなんです。ダメですか？いやそうだな。いやまあ例えばさ、はい、阪神の戦い方、はい、やっぱちょっと重いんだよね。まああの9連敗っていうのもありましたよね。だけどだからといって、うん、じゃあ他にどこが優勝するって言われるとさ、うん、決め手がないんだよ。じゃあ阪神にしてもいいかなって思ってた。まあまあそうは言うけどな、ちょっとまた違う。そうだな、まあ阪神優勝してもいい。もうね、そんなに悩んでるんですか？本当にね、ちょっと待って、悩むんだよ。悩む、うん、ということはその残りこのオープン戦5試合っていうのが最終的な順位予想に重要に関わってくる可能性があるってことですか？いやあるよね。いや十分はあるでしょ。十分あるのか、うん、じゃあ分かりました。じゃあオープン、まあ、仮によ、うん、じゃあ広島の4番外国人、うん、どっちでもいいや、うん、そのままピシャチッとはまるぐらいに、うん、カカーンと打ち出して、うん、ホームランも出ました、うん、あこれもすごいなってなると順位がやっぱ上がるよね。そうなのか。だって中日だってさ、はい、まあ、ピッチャーも心配ない、うんね、そうなってくるとガンガンと打ち出したら、うん、えこれひょっとしたらあるぞみたいなことになるし、うんうん、確かに。あとこの残り5試合で二遊間を立浪監督がもう固定っていうのを見せてきたらそれでまた分かりますよね、順位だって。まあ固定にできればね、うんうん、ジャイアンツも789、うん、え打たれちゃったみたいな、うん、いやそうなってくるとやっぱ不安しかなくなるしさ。そうか。いやホームランで勝ってきたチームが、うん、もうオープン戦でホームランがなかなか出ないという、うん、これで大丈夫かっていうこともあるし、うん、で DeNA だってバウアーが、まあ、とりあえず戻ってこないっていう、もうそうです、春先はね、はい、まあ、そうなってくると、うん、ああやっぱり今永バウアー抜けた穴でかいぞみたいな、うん、なりますよね。バウアーが戻ってきたら順位が一つ上がるのにとかさ。そうですね、まあまあ。ということはじゃあ例えばセリーグ今の段階では優勝どこにしてるんですか、高さん？今のところは阪神だな。それでもやっぱり阪神か。やっぱり阪神だよ。じゃあこれ残り5試合このまま暗重たい空気の中でちょっと負けが込んでしまった、このまま開幕に向かうとなると阪神ってどうなっちゃうんですか？いやだから優勝するチームを探さなきゃいけなくなる可能性がある、うん、じゃあ順位が2位になる可能性もあるんですか？可能性としたらね。へえー、そうなのか。え、じゃあそうなった場合対抗馬に出てきそうなのってどこなんですか？分かるか。ちょっと待って。いや分かんないっていうか今だから悩んでんだよ。じゃあ分かりました。今の段階でのちょっと待って順位を聞かせてください。今の順位は、はい、タイガース、はい、阪神一緒です。一緒か。もう大丈夫です。阪神中日ちょっと待ってください。2位が中日。え前回どうしてましたっけ？最下位ですよね。いやそれ後から理由聞きます、うん、まあ、2位が中日で広島ジャイアンツ、え下がった4位で DeNA ヤクルト。ちょっと待って、まあ、阪神は今の時点で優勝にしている。このまま残りオープン戦がすごくいい状態で緩やかに上がっていけばこのまま変わらない、うん、あのどのチームも課題を持ち、うん、どのチームも克服はあんまりできてないんだよね。阪神で言えば競争ということから競争じゃなくなった、うんうん、中日っていうのは、まあ、多少改善はされてるけど、うん、本ちゃんで大丈夫かっていう、うん、まあ、上がり目期待はあるんだけども、だからまあそこら辺で打てるかどうか、うん、で広島は打線となる軸がどうなのか、うん、あと外国人です。外国人だよね、うん、だからまあこれがある、うん、まあ、4番ということも解消されてる、はい、でジャイアンツっていうのは一番不安視してるのは、うん、今までホームランで勝ってたチームが、うん、ホームランが激変する可能性がある、うん、ありますね。そうなってくると本当にキャンプからやってきた
そのバッティングで対応が効くのかどうかっていうのが不安、うんうんうん、で DeNA の場合は両外国人はピッチャーがね、うんはい、いいかもわからないけども、うん、本当にバウアーと今のような穴が埋まるのかっていう、うん、ああそうかね、はい、でヤクルトっていうのは非常に6球団を考えた時にバランスが悪い、バランスが悪いピッチャーと野手の、うん、ああ、うん、だからその点は取っても取られるっていうようなことの繰り返しをし始めるんじゃないかなっていうような気がしてならないんだよね。なるだから決め手がないんだよ、うん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 、だからそれが解消されたら、いやこれはっていうのは、うん、ジャイアンツの得点圏打率を上げる、はい、まあ、ここら辺はある程度は目処は立ちつつあるんだよね、うん、そうですね。ただその分ホームランが減るということが、うん、どう響いてくるどう響いてくるのかなっていうのがちょっと不安な点だよね。でそのいわゆる代打のベテランの中田翔選手と中島選手がいなくなったっていうところ で左に偏りができたっていう、うん、まあ、ここら辺が、ね、相手の投手陣たちがやっぱこう中でも左を、ね、変則とかいろいろ持ってる中でどう対応していくんだろうっていうのがあるよね、うん、なるほど。前回が3月9日に2回目の順位予想したんですけれども、その時にその中日最下位に置いてたのが、はい、そのいきなりジャンプアップして2位に行って、これはねやっぱその時までねなかなか打てなかったんだよ、うんうん、だけどね点が取れ出してきた、はい、で高橋周平とか石川ね、はい、もう調子が上げてきたし、三好がやっぱ相変わらずこれは本物になってきたなっていうような感じがするし、うん、細川もある程度調子も上がってきてるし、うん、だから点をある程度取ってくれるかなっていうふうに思ってたよね、うんうんうん、本当に点やらないしさ、ピッチャーはそうですね、うん、だからずっと頑張っておけばいつか取れるというね、うん、はい、だから中日はいい感じで来てるなっていう感じがするんだよね。そっか、だから3月9日までのキャンプの状態とそっから今までのこの戦い方っていうのが急激に良くなってきてるっていう、まあそうだな、ことがまず中日には言えると、はい、で逆に巨人は3月9日は2位だったんですよ、うん、それがやっぱり4位に下がったっていうのはそのやっぱり一発がやっぱホームランが出ないっていうことだよな、うん、だから重たいゲームに投手陣が耐えられるかどうか、うん、っていうこともあるよね。あとはその結局これ前の動画で出したと思うんですけども、中継ぎのこう入ってくるであろうってラインナップの顔を見たときに意外とそんなにメンバーが去年と変わってないっていうとこですよね。あ、そうだね、まあ、西舘がね、うん、はい、どういうピッチングをしてくれるかっていうのは期待感の大だと思うんだけども、うん、まあ、これもやってみないことには分からんことやからな。そうなんですよ。で補強として入ってきた例えば近藤投手、泉投手とか馬場ね、馬場投手とかが、はい、なかなかねこう、まあそうだな、責任を与えたら、うん、多分やってくれるような感じはするけどもね、うん、なかなかそこまで行き着いてないというね、はい、うん、だから難しいんだよ、本当に今年難しいよ、うん、だから順位が変わってないのは1位予想の阪神と3位予想の広島と DeNA か、うん、でヤクルトは下がったんですね、4位だったのが6位、これやっぱピッチャーの故障ですか。やっぱピッチャーの故障とか、うん、ピッチャーが足りないな。あで田口も怪我しちゃったっていうね、うん、まあ、開幕には間に合うっていうけど、うん、じゃあ果たして連投が効いたりとか、うん、ね、寒い時期から調子上がってくるかというとさ、はい、なかなかやっぱ怖さもあるだろうなと思うんだよね。そうですよね。そっか、そうなると現段階でこういう順位になる、まあ、そうだね。ただ、まあ、こっからオープン戦残り5試合を見てこの順位が今の阪神、中日、広島、巨人、DeNA、ヤクルトが変わってくる可能性も十分にある残りの5試合ってことになってきます。いや5試合だけでガーンと上がってきて、うん、状態がガーンってなるとはなかなか思えないけども、じゃあ例えばこの僅差のところでワンランクダウンワンランクアップみたいな。いやだからバウアーが DeNA に帰ってきたってそれは2つぐらいジャンプアップするかも。そうですよね、5月以降でしょうね。まあそうだな、はい、だからそれはまあそういうふうな突発的なことがないと、うん、それとやっぱ残り5試合っていうのはそのエース級がローテーションピッチャーが投げてくるから、うん、その状態っていうのも見れるよね、うん、でこれもしかするとその本当にワンチャンこの阪神優勝っていうのが脅かすチームが出てくるかもしれないってことですか。可能性はあるよ。阪神がこのままやっぱオープン戦で状態が悪いのが続くんだったら、うんうん、
ちょっと不安だな。そうですよね。あと例えば再開とか A クラス B クラスの狭間争いとかもここら辺も微妙に変わってくる可能性っていうのは、だから広島が全く本当打てないってなると、うんうんうん、やっぱ巨人の方が上行く可能性もあるし、そうですよね。だから DeNA も一つ上げて広島が5位っていうこともあるよね。ありますよね、うん、そっか。じゃあ次ちょっとパリーグ行きますけれども、ヨ、は、ウ、い、さん、パリーグは今の3月19日時点で順位を教えてください、はい、予想の。今です。やっぱ西武、あそこは変わらないのか、前回と。西武、はい。でオリックス、あオリックスが1個上げたか。オリックスはね、はい、やっぱバッターの状態がいいわ。前回3月9日の時よりもよく見える。よく見えるな、うん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 、で日本ハム3位が、日本ハム。ちょっと一つ落ちたのは、うん、やっぱ守りという面でね、うん、で打つとか投げるとか、うん、こういうのはできてるんだけども、うん、ちょっと守りというディフェンス面で考えると、うん、ちょっとやっぱマイナスがあるな、うん、ああそうか、だそこの不安材料が増えてしまったからランク1個。でも A クラスに入ってるよな。そうですね、うん、A クラスだ。A クラスのチームは変わってないんですよ、高さん。やっぱそうか、この方、はいはい、でここから一緒なんです。ソフトバンク、ソフトバンク、はい、ロッテ楽天、ロッテ楽天、ここは変わらないんで、なんでこれ変わらないんですか。ソフトバンク打線なんか私すごい、いや迫力あるから良さそうに見える。ただね、あそこはねいつも怪我するんだよ。まあそうですね。でピッチャーもそうだよね、うん、で離脱者が毎年多いということ、うん、だからここら辺がこうチームの課題かなって思うんだよね、うん、だから毎年こう怪我人が出て苦しくなるでしょ、はい、その幸せがみんなに来るというね、うん。まあ、中村も野手で必死にやってて使いたい選手なんだけど、うん、今までソフトバンクって支えてきてるのになと思うんだよね、うん、それがやっぱ出れなくなってるということもあるし、うん、でまあ、ロッテはちょっと野手がダブついててどう使ってくるのかっていうね、うんうん、ことがあるよね。あとちょっと佐々木朗希投手がどうなのかなっていう心配なところもあるんですけど、まあそうだね、まだちょっと気温が低いからな、うん、もう少し気温が暖かくなってきたら、うん、ちょっと本来の姿にはなってくると思う。なあ、ちょっと立ち上がりとかね、ちょっとバタつく時あるけども、はい、まあだけど彼は多分大丈夫だと思うけどな、うん、で楽天そのまま変わらずなんですよね、再開予想が、うん、やっぱピッチャーだな。ピッチャーか、ここはそうか、そうか。ピッチャーが、まあ、マー君とか岸とか、うん、まあ、ここら辺が本当に安定的に10勝してくれれば、うんうん、まあ可能性はあるとするにしても、則本を後ろに回した分だけ、そうです、ね、まあ、ちょっと先発が足りないかなっていうのと、うん、やっぱ庄司がちょっとな出遅れるということ、はい、ここら辺もちょっと痛いかなっていうのと、うん、やっぱ野手で言えば、まあ、レギュラーと控えの差がやっぱ大きいっていうことだよね。そうですね。だからレギュラーが本当によっぽど休まないで頑張るしかないという、うん、だからこれが1年間持つか持たないかとかね、うん、まあ、レギュラーに考えてる選手が状態が悪いとかさ、うん、スタート切れないとかさ、うん、だからまあちょっとしっくりはいってないなっていうような感じがするんだよね。じゃあパリーグはオープン戦残り数試合でどうですか、この順位がちょっと変動してくる可能性っていうのは。そうありそうですか。セ・リーグはねあるかもしれないってなりましたけど、うん、どうでしょう。まあ、A クラス B クラスはそんなにないかなっていう、変わらないか。そうかそうか、うん、スタート切って見てからだからな。 A クラスの中でのちょっとの変動、 B クラスの中でのちょっとの変動ってなってる。山川もオープン戦の状態っていうのは決して悪くはないと思うんだけども、うんうん、ただ1年間やってね、しわ寄せがどっかで来るかなとか、うん、あそういうことか。まあ、そういうことも心配になるし、うん、それは怪我につながらなければいいなって思うしね。そうですよね。ただやっぱり正直にそういう緩んだ体っていうのは出てくるからな、うん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 、だから気をつけてほしいなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、あとはねこの、 残り試合の中で例えばちょっと肉離れとかアクシデントとかないとも言い切れないですしね。まあ、そうそう、まあ、ここから力が入るところだからな、うん、だからまあそこら辺で怪我したチームっていうのは置いていかれる可能性もあるし、ありますよね。ということなので、はい、これ第3回目の順位予想で終わりにしようかと思ってたんですけど、はい、これは第4回をやらないとダメということが分かりました。いやもうちょっと待ってよ。分かりました。オープン戦全部見終わってからやりましょう。まあそうか、うん、じゃないと
これちょっとわからないですよね、細かいこと。オープン戦の成績だけではないけどね、だけどどういう状態、どういう雰囲気、どういうことで戦ってるかっていうことはしっかり見極めたいな。で、仮にオープン戦の順位が上位にいても残り5試合で調子を落としていってしまうチームがあれば、それはちょっと心配ですもんね。ちょっと心配だな。ということで、もう一度オープン戦を全て見終わった後で最終確定順位予想をやりましょう。今年はマジで当てにいってるから、もう忖度なしで。いつも忖度はないはずです。いや、なんか俺は DNA 上げちゃうとさ、忖度してるとかさ、もうそういうこと言われちゃうから。そうですね、そうですね。今年は5位で安定してるから、ね。それはそれで豊さん OB でしょって書かれるかもしれないですけど、皆さんもね、ぜひちょっとあの悲劇のチームもあると思うんですけれども、ここまでの現段階でのちょっと順位予想を書いていただきつつ、本ちゃんはまあそうだな、はい、オープン戦全部見終わってから最終順位予想というのをやりましょう。はい、